じゃ投票集まったんで、じゃあマグナムファイヤーします。はい。救急隊っていう船からの追放。なるほど。なんであんな乗り気なんです、まずマグちゃん。でもびっくりするほど似合ってちょっと悲しいです。食べ物なくなったから買いに行こう。お。ええ怖い、逃げろ、よくわかんないけど本能がまずいって言ってる。やばいやばいやばいって、やばい悪い人なのこれ。キルペ早いタイプ、キルペ早いタイプ、やばいやばい、キルペ、わかんないけど、でボタン押して、マグちゃんボタン押して、ボタン、緊急ボタン、緊急ボタン、はい、押した、はい、じゃんじゃんじゃん。僕病院にいたんですけど、はい、桃見パイセンと話してる時に、うん、明らかに怪しい青さんが、うん、いましたよね。桃見パイセンのこと、はいはい、追いかけ回してました。はい、そこから私ずっと追いかけられてました、うん、お、釣りますか。はい、釣ります、うん、釣りでいいですね。はい、投票します。はい、僕も投票します。ポチ、よし、よっしゃー、イエーイ、勝ちました、釣りました、一応インポスター釣りました、クルージーへの勝利だ、やったー、やったー。何なんだこれ、わかんないです、わかんないけど怖くて逃げちゃいました。で、会議今開いてたところ、そうです。かわいい。ごめんなさい、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 あーあー、本当だー。会議開いて、エマージェンシーコール、やばい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 、こっち、はい、緊急会議です、はい。はい、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 見ました、見ました。フランシスコマグナム君が青さんのことキルしてました。はい、攻撃しました、はい、いや違うんですよ、僕は青さんがちょっと怪しいと思って、もう武力で解決しようと思ってキルしようとしてたマグナムを見たので、うん、マグナム釣りでいいと思います。はい、はい、あ、オッケー、じゃあ投票集まったんで、じゃあマグナムファイヤーします。はいはい、お願いします。ファイヤー、ファイヤーとは別じゃないですか。こういう追放ですか。そういうタイプの追放。あ、救急隊っていう船からの追放。なるほど。ああ、ありがとうございました。この後屋上から落ちてもらうからな。そんなのできたん。洋服屋さんにあるの。それとも本物？え、買いに行こう。あるの？あるって。あるよね。洋服屋さんあるって。じゃあいろんな色で、何色がいいかな。なあ、何色あるんだろう、何色あるんだ。あのパライヤの、ちょっと急いで行かないと。どこでしたっけ。それ何番です。一番後ろでした。一番後ろか、行かない。わ、ローズないじゃないですか。何色、あ、うーん、僕も青がいいな。あります、でかすぎて車からはみ出ないかな。これなんすか、これよく似合ってるぞ。ありがとうございます。ああ、よく似合ってるじゃないか。これですか。一番後ろって言うから。え、何それ、モグちゃん。モグちゃん、はい、それでいいじゃないか。これ何色が似合って、青似合ってます。似合ってますよ。ピンクが一番似合ってた。ピンクの方が良かったですね。うん、そんな気がします、僕も。じゃないですか。あった。でも思いのほかこっちの方が気に入っちゃいました。それで行こう。もう一杯せん、メイド服の時は靴何履けばいいんですか。サンダルじゃちょっと、そうですね、サンダルはダメですけど。やば、ニーハイもあんのかな。ニーハイどこですか。ここですか。ズボンじゃない。ズボン、ニーハイ、ニーハイ、なんであんな乗り気なんです、まず、マグちゃん。なあ、あんな率先して着るとは思わなかった。でも、びっくりするほど似合って、ちょっと悲しいです。わーい。この耳ないの、この耳。
あでもそうするとビョンビョン取れちゃうのか。アイデンティティが、アイデンティティを失われちゃいますね。そうですね、これでいいか。ちょっと勇ましいな。よし、試乗会行きましょう。試乗会行きましょう。私も行きたいです。マオちゃんマジでめちゃくちゃメイド服に合って、やった。え、ちょっと本当に気持ち悪いぐらい似合ってるんですよ。違和感は全然ないんですよ。違和感は確かにない。こなしてます。なんでなんだろうな。そんな真剣に考えないなんか、うわっとかじゃなくて、あれそうだったんですよね。ボルさんとか俺が来たら多分みんな引くもんな。絶対着ないよ。俺は今戦々恐々してる。この服がこの街に来てしまって。アンズさんに言われたらどうしようもないでしょ、それは。でもすごい見てください、マグちゃんの顔キリッとしてますよ。やってんな。もっとキリッとしよう。猫カフェでバイトしてきたらどうだ。優しい笑顔。キリッとしたかと思ったら笑顔になった。だめちゃめちゃ機嫌悪くなるじゃん。今回の顔の方がいいです。なんでだろう、本当に違和感ないな。私の方は似合ってないですもん。だってエプロンが似合う男なんですね、きっと。マグちゃんはメイド服じゃなくて。そういうことか。あ、じゃあ飲食店服に着られてる感がないんだよ。ちょっと飲食店でバイトしてこようかな。喜んで着てる感ある。あの須藤さんがよく着るエプロンとか全然似合いそうですよ、マグちゃん。あ、須藤場でバイトさせてもらおうかな。猫カフェの話はどこ行ったの。猫カフェ、今猫カフェで仕事したらどうだったのかな。猫カフェもありですね。うん、犬カフェもありだ。マグニャムもいるし、パグナムもいるし、どっちでも働けます。ああ、いけるいける。そっか。ニゴニャ。帰ろ。退勤します。お疲れ様でした。お疲れ。おやすみなさい。はい。よーし、どこに行こうと言うんだ。いや、こっちだろ。なかなか最近一緒に帰れなかったから。ああ、ただいま。おかえり。あ、おかえり。ただいま。あー、疲れた。ああ、なんだかんだ疲れたな。ああ、よいしょ。また明日。ああ、じゃあおやすみなさい。うん、すや。